オビエド大聖堂は、スペインアストリアス州オビエドにある、ローマカトリックの大聖堂。正式名称は、サンサルバドール大聖堂。781年、アストリアスをフルエえラ一世の時代に建設が開始され、802年に、息子のアストリアスをアルフォンソ二世に引き継がれた。アルフォンソ二世は、オビエドを、 アステリアス王国の首都に定めた国王であり、オビエドに宮廷を建設して居住した。アルフォンソ2世は810年にオビエド大司教区を設立している。12世紀にはペラギウス・ヒロツカサ教によって修復が行われた。13世紀末にはフェルナンド・アルフォンソ大司教によってさらなる修復が行われ、14世紀初頭にはフェルナンド・アルバレス大司教によって会場が。 建設された。1388年にはトレドのグティエレによって建物が追加され、1528年にはフランシスコ・メンドーサ・ボバディージャ・スーキ教によって首脳が建設された。1931年には重要文化財に指定された。1998年にはオビエド歴史地区とアステリアス王国の建築物群がユネスコの世界遺産に登録され、 オビエド大聖堂は、その構成遺産となった。ありがとうございます。